棗は抹茶を入れるのに用いる茶器の一種。木製漆塗りの蓋物容器で植物の棗の実に形が似ていることからその名がついたとされる。棗には濃い茶用と薄茶用がある。なお、濃い茶を入れる陶器製の茶入れに対して薄茶を入れる塗り物の器を薄茶器と言い、棗はこの薄茶器の総称として用いられる場合も多い。棗は室町時代中期の茶人、村田寿光に主の羽田五郎が収めたものが最初とされるが、研究者からは疑問視されている。これは藤田美術館他に、羽田五郎作の伝来を持つ、古様の棗が数点現存しているものの、資料による裏付けを持たないためである。また、戦国時代の茶人、竹野城を好みとする棗も現存しているが、同様に疑問視されている。それよりも、革命期の寛永20年の記述に、梅の花が棗に入れられているという記述があり、これは、江戸時代初期までは、棗が茶器に限らず、用いられていた証左とされている。またこの説により、江戸時代元禄期の茶書、元隆沢に記載されている棗が、片付茶入れの引矢を転用したものであるという記述も、信憑性を失っている。これらを踏まえて研究家の内田篤史久礼は、棗も、茶器の薬蝋などと同様に、薬などを入れていた漆塗りの器の一種から転用されたものであろうという推測をしている。確実な記録としては、天王寺や茶会期の永禄7年8月20日の津田宗達の茶会で用いられたのが初例であり、他の木製の茶器よりも随分と下っていることが判明している。この後千利休好みとされる棗が、利休系統の茶人の間で用いられるようになり、江戸時代には薄茶器として一般化する。本来は黒漆塗りのシンプルなものであり、その非装飾的な造形からは見どころにより、名物として優劣をつけられていた茶入れを尊んだ既存の茶の湯への抵抗を読み取ることができる。また形は利休型とされる大層、中棗、小棗が、基本型となっているが、多くのバリエーションを持つ。しかし次第に、茶入れと同時に用いられるようになることで、書院飾りに適した豪華な蒔絵が施されるようになった。もともとは抹茶を入れる容器だが高級食材など他のものを入れることもあり、落語、酢豆腐では腐った豆腐を棗に入れて高級品に見せかける。ありがとうございます。